文教台からお届け、同世界図鑑。皆さんこんにちは。困難を抱える人々と共により良き社会を作る医療法人同世界がお届けする同世界図鑑。私案内人の武部美希です。じゃん。そして2回目です。そして本日のゲストは。ほんふうかです。堀ふうかさんです。よろしくお願いします。ほんねん、ひがんし。はい。お名前を聞いたときに、ほんと、どんな方かなって思ってたんですけれど、実は、お会いしたことが。そうなんですよ。あって、毎年夏に行われている池まぜ夏フェスというイベントで何度かお会いしたことがあって、はい、今年も8月の頭にやって、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。池まぜ夏フェスについてはバックナンバーの谷口拓海くんの時のお話の中に出ておりますので、はい、ぜひご覧になっていただけたらと思います。そこで堀さんもすごいご活躍だったんですけど、お疲れ様でした。また後ほど詳しくお話を聞きたいと思います。それでは今日も3つのキーワードでいきます。1つ目、一人暮らしを始めて。2つ目、今頑張っていること。そして3つ目、将来の夢です。じゃん。じゃん。ありがとうございます。では早速1つ目のキーワード、一人暮らしを始めてということでお送りしたいんですけれど、はい、堀さん現在はこちら江別でお一人暮らしをされてるんですけれど、そうなんだ。学校なんだ、学校に通ってて、そこの大学の近くで、本当に暮らしをしています。すごいと思います。大学に通われているっていうことも、私高卒なので、はい、大学に通われているっていうこともすごいと思いますし、お一人暮らしをされてるってことがすごいなって。いや、でも、なんか、ね、大学ね、進学して、はい、でもね、暮らしをするっていうことは、うちの周りには多くて、それで憧れてたんですよ。憧れて。いやー、憧れてることを実現するっていうのは、すごい。そうですよね。やっぱ私も本当にできるとは思ってなくて、やってみるもんだな。やってみるもんだなって。いやー、すごい前向きだなって思います。今年の4月からお一人暮らし、はい、今8月なんですけど、はい、4ヶ月になってどうですか？楽しいこと、大変なこととか何かありますか？あ、もうやっぱ楽しい感じが、おくて。そうなんだ。大変なことは、自分でご飯を
作ること。あ、自分でご飯を作ること。何つうの？毎日何年食べようかなって考えるのがめんどくさい。めんどくさい。めんどくさいんですか。でもお料理ってもともとされてたんですか。いや、でもね、朝始めてから始めましたえらい、ちょっと見習いたいと思います。私全然で、美味しくできたりとか。そうですね。美味しくできる時もあれば、そうなんですか。味がちょっと濃かったりする時もあって、うん、まあいいや。まあいいや。まあいいやと切り替えて次行ってみようっていう感じでしょうか。他にも一人暮らしをされてて楽しいなって思うこととかありますか。あと自分一人なので友達とかを家に連れてこれる。あ、確かに後悔とかあるよね、とかあるんで、たくさん おしゃべりしたり、たくさんおしゃべりしたり、はい、できますね。ああ、そうですよね。家族がいるとちょっと言えないっていうことも、ちょっとお友達と過ごせる、ゆっくりお話できたりとか。オンラインなんかの話がいっぱいできる。そうですよね。本当今時の堀さんなんですけれど、すごいおしゃれだなってさっき。いや、全然おしゃれじゃない。そうなんですか。でもすごい可愛いワンピースもってさっき言ってたんですけど、はい、自分で選ばれるんですか。そうなんです。ピアスもたくさん履いてて、って今時だなってちょっと思ったんですけど。みんなには開けすぎて開けすぎてって言われてますけど。左が1個、はい、右が4個。右4個、はい、すごい痛い。痛くない、ね、痛い。なんかね、私も一回開けたことあるんですけど、はい、塞がっちゃいました。あ、もったいないね。え、ほんともったいないって思います。いや、だからちょっと堀さんの見てちょっといいなって。イヤリングだともちろん可愛いのあるけれど、やっぱりピアスかなって思うので、ちょっといいなって思います。おしゃれですよね。ピアスが大好きなんですよ。すごい可愛い。ありがとうございます。そう、すごい今日はヒョウ柄のワンピースにで、頭もすごい可愛いんですよ、髪型も。すごいおしゃれで。今度教えてください、お買い物してるところとか。ぜひぜひ。ぜひ一緒にお買い物とか行きます。行きましょう。お願いします。ここで言ってどう、お約束してどうするのっていう感じなんですけれど。でも一人暮らしをされて、大学もバス、いや
車椅子で通える距離、はい、あ、そうなんですね。自宅から10分、はい、あ、そうなんだ、はい、へえ、じゃあ車椅子で行かれて、はい、もう授業を受けて、そうなんです、へえ、いいですね、女子大生、はい、花の女子大生って古いですかね、言い方が、はい、いいなぁ、ちょっと謳歌してる感じで、楽しまれてる感じで、素晴らし的だなって思います。はい、ねえ、ねえ、ポートが大変。あ、そうですよね。まあ、タイムリーというか、昨日から夏休み。そうなんです。ねえ、テストが終わって、お疲れ様でした。ありがとうが、やっと解放されます。うん、ね、解放されてちょっと夏休み、大学生って長い、長いです、ね、1ヶ月弱あります。いや、ちょっと長いお休みの間、何かしたいこととかありますか？とりあえず、うん、ゆっくりすること、そうですね、テストあったと思うので、ちょっとゆっくりしていただいて、で、他にもたくさん今までにも活動されていて、ね、はい、まあ、さっきお話しした池まで夏フェスでも、うん、まあ、ラジオ体操を担当されて、ね、皆さんの前でされていた堀さんなんですけれど、ね、本当にいろいろと頑張ってることがあるので、うん、続いてのキーワードに、まあ、このままいいでしょうか。はい、では2つ目のキーワードいきたいと思います。